元ちゃんと子連れ再婚してもうすぐ8年、最近になって長男が生まれた。今まで自分たちだけに優しかった元ちゃんが生まれた赤ちゃんにつきっきりになった。下の娘がやきもちで、赤ちゃんばっかり可愛がってずるい、私にはそんなことしてくれたことないのにって元ちゃんに言っていた。元ちゃんはニコニコしながら、ココ本当に覚えてないの？ココが小さかった時、アトピーがひどくてパパが寝るまで何時間も背中さすってあげたこと。娘は目をまん丸にして、ママ本当？と聞いてきた。本当だよ。元ちゃんは自分がどんなに仕事遅くて眠くても、ココが痒くて寝れなかったり夜泣きしても、ママに代わってくれて、ココが寝れるようにずっと抱っこしたり背中さすってくれてたんだよ。それを聞いた娘はすごく嬉しそうにしていた。みんなパパの子供なんだから当たり前だよ。心配させたならごめんね。赤ちゃんだから一生懸命面倒見てるだけで、ひなとココが大事なのは変わらないよ。ひなとココもすごく大事だし、すごく愛してるよ。ひなとココがいなくなったらパパ生きていけないよ。ひなとココに何かあった時はパパが命がけで絶対に守るから。やきもち焼いちゃうところはあるかもしれないけど、元ちゃんの優しさや気持ちを子供たちは一番理解してくれている。今までそれだけのことを元ちゃんは子供たちにしてくれた。